白州町は、かつて、山梨県北西部の北駒郡にあった町。町名は、河川の流れにより、河口岩でできた山肌が削られ、運ばれて形作られた白社の洗場地に由来する。平成の大合併以前の山梨県における町の中で、白根町、櫛形町、厚生町、敷島町、中道町、上野原町、川口小町とともに数少なく、町と読む。 自治体であった。しかし実際は、地域住民の間で、惑州町の呼び方が用いられることは、ほとんどなく、枠州町として親しまれていた。町内を流れる、おじろ川は、名水百選に指定されている。2004年11月1日に、白州町を含めた北駒郡7町村が合併、北都市となった。北駒郡で最も西側、南アルプス、釜梨川、 大竹川に囲まれた地域に位置し、大部分を南アルプスの産地が占める。名水百選に選ばれたお城川や湧水が点在し、水に恵まれている。町域には、縄文時代の遺跡が多く、縄文早期からの遺跡が多く分布し、特に縄文中期の遺跡が多い。古代の律令聖果では、和名類受賞に記される、駒氷迷子に否定される。 古代には隣接する北都市向川町にかけて、舞や巻が所在していた。また、町域から、後進国境に至る地域は、平安時代後期から、中世後期の遺跡も多く、中世の山城である、中山鳥で跡や根小屋遺跡、神河原遺跡など、中世期の遺跡が分布し、釜無川沿いには、屋敷平遺跡が所在している。仏家居館、上館として、 バ、ば、身の守る館跡や京来市民部館跡がある。戦国時代には、在京武士団である、カ川衆が配置された。行政庁長、伊藤義彦一般国道都道府県道。ありがとうございます。